スマートアシストはダイハツ工業が開発した予防安全機能の総称である。搭載車種の OEM を受けるトヨタ自動車、スバル、マツダでもダイハツの登録商標、スマートアシストをそのまま利用する。ダイハツとトヨタで使用されている公式略称はスマーシで頭文字の SA と略されるケースもある。本校では進化版であるスマートアシスト2。 スマートアシスト3、スマートアシストファイト次世代スマートアシストについても記述する。スマートアシストは、レーザーレーダーを用いて、車両前方を監視するシステムで、2012年12月20日にムーブに搭載された。一定条件下で衝突を回避可能な自動ブレーキを備えた、衝突被害軽減ブレーキが、軽自動車に装備されるのは、これが初となる。 2015年4月27日に一部改良されたムーブ、ステラとタントではこれに単眼カメラを追加したスマートアシスト2が設定された。2016年11月30日に一部改良されたタントではレーザーレーダーと単眼カメラを廃止しステレオカメラを追加したスマートアシスト3が設定された。2018年5月14日に一部 改良されたハイゼットトラックでは、スマートアシスト3をベースに、軽トラックの特性に合わせて、機能を一部変更した、スマートアシストファイトが設定された。2019年7月9日に、次世代スマートアシストを搭載し、フルモデルチェンジした担当を発売した。WA2 でのバージョンアップ部分で、軽自動車発となるプリクラッシュセーフティシステムの搭載を発表。 以降2010年12月の5代目ムーブにおいても同様の装備を搭載可能であった。これらはアクセル及びブレーキを自動制御して全車と一定の距離を保ちながら走行するレーダークルーズコントロールや車線逸脱警報等の高度な機能を備えていたが機能の実現のために検知距離の長いレーザーレーダーや専用の駅等を必要としたため非常に高価な装備になっていた。 スマートアシストは衝突回避ブレーキの対応速度を追突事故の60%を占める時速 30km 以下に限定することによりレーザーレーダーを簡略化および信号処理系のセンサユニットへの統合等によりコスト低減を実現したスマートアシスト2まではレーザーレーダーを使用している都合上障害物の性質によってはシステムが検知できない場合があった スマートアシストも、また、他社の衝突被害軽減ブレーキと、同じく、あくまでも運転者が主体であって、装置はその能力を補う、というものである。故に、路面や、周囲の環境、事故の形態によっては100、100%被害を防げる、ものではないことに注意が必要である。適切な運用には、メーカーの告知している、装置の特性を十分に理解する必要がある。 2020年9月現在以下の車種でスマートアシスト搭載グレードが選択可能は現行の販売グレードは全車標準搭載なおスマートアシスト登場後に発売された車種ではコペンのみ搭載グレードの設定がない現行販売車種においてもスマートアシストのバージョンに変更があった場合は前バージョンの搭載車種としてこちらに記載は 全社標準搭載。ピクシスエポックのカタログに記載されている英文表記。ただしホームページのディレクトリは、スマーシ。スマーシ総合サイト。ダイハツ工業。2018年8月8日閲覧。スバルでは、ステラの3代目へのモデルチェンジまでは、プレオプラスを含め、トマールレーダーという愛称と、同様、あくまでも広告宣伝上の故障を使用していた。スバルでも、 ジャスティより使用。ウェブクグムーブが軽自動車発のぶつからない車にハット VSC&TRC はコペにも搭載されている。アトレイワゴンをベースにしたスバルの車種としてディアスワゴンがあったが2020年に生産終了。ダイハツにおけるベース車種としてアトレイワゴンがあるが現在も販売中。当初はコンテ専門のキャラクターだったが後に キャンペーンの宣伝など車種を問わず使用されている。なお、当のコンテにスマートアシストの設定はなく、コンテ自体2017年3月末をもって終売。ありがとうございます。